我々は地球を征服しに来たのだ。そんなこと言うならこっちから攻撃しちゃうぞ。3、2、1、発射。やっただるまさんのロケットを3つまとめて作るね。カップの4箇所に印をつけるよ。 三つまとめてね。カップの底を一辺に取るところ。赤いだるまのさっきの印に爪切りで切り欠きを四個入れるよ。黄色いだるまと青いだるまもね。 輪ゴムを結んで三つ作ったよ。輪ゴムを引っ掛けていくとき。結び目が真ん中に来るようにするとまっすぐ飛べよ。カップラーメンのロケット三つ完成。次は発射台だ。 ペットボトルの底がデコボコしてると輪ゴムをねじりやくてまっすぐ飛ぶんだよ。ポカリスエットはおすすめだよ。色ハスがいいのはデコボコもあるしペコペコ柔らかいのでカップに差し込みやすいんだ。南アルプスの天然水もデコボコとペコペコがいいよ。じゃあ南アルプスの天然水からやってみるね。 輪ゴムの結び目がデコボコの真ん中になったところでねじる。カップが止まるまで押し込んで指で軽く押して発射。色ハスも同じだよ。輪ゴムの結び目がデコボコの真ん中になったところでねじる。カップが止まるまで押し込んで指で軽く押して発射。 オカリスエットはデコボコが大きいから結び目が真ん中からずれにくくていいよ。でもペコペコしないから押し込んでも止まりにくいんだ。発射。ちょっと力がいるかなそれじゃあ宇宙人を作ってみるよ。10センチで折って、2センチで折り返すよ。上が頭、下が足。 幅が2センチの足を作るよ。頭の裏側をテープで留めるよ。宇宙人は見たことないけど、目を2つ描いてあげよう。両面テープで留めます。悪い宇宙人なので、目つきも悪いです。 足を丸めるには、ペンのクリップを使うといいよ。三本まとめても丸められるね。こうやってぐるっとたくさん足を作って宇宙人を立たせるんだ。 我々は地球を征服しに来たのだ。あんまり強そうに見えないけど。悪い奴なんだ。悪い宇宙人発見。赤いたるマルケットを色はすにセット。 輪ゴムの結び目がペットボトルの真ん中にくるようにねじって発射。ああ、失敗。黄色いダルマルケットを色ハスにセット。発射。これも失敗。青いダルマルケットを色ハスにセット。発射。惜しい。 もう一度狙いをつけて。赤いたるマルケットを色ハスにセット。発射。やったー まとめ。カップラーメンのカップは大きいけど、ペットボトルをうまく使えば、的が狙いやすくなります。ペットボトルはペコペコ柔らかいのが、僕は飛ばしやすいと思いました。